こえておりますでしょうか。って言って、あの全然ねマイクね切ってなかった完全にねマイクがねオンのままでスタートしてたから多分大丈夫だと思うんだけど咳払いしてたかなはい、大輝ありがとうございます、ありがとうございます。というわけで見れてるかなと思うのでこのままおしゃべりしていこうと思います。始まったこんにまにま、本日はこにまチャンネルの配信を見に来てくださりありがとうございます。合同会社マイスターに所属しています新人声優の小西舞です。本日もよろしくお願いいたしますいや、皆さん元気ですか？大丈夫だった？なんかね、いや昨日大変だったね。なんか今日の朝、まあ、昨日の夜もあのニュース見てたけど、今日の朝もねニュース見たら結構やっぱり大変だったね、地震。うん、結構あの首都圏の交通網で結構止まってしまったりとか。でもそんな中でもね、やっぱ仕事に行くね、行かなきゃいけないっていう人で結構ごった返してたりとか、なんかすごい大変なことになってるなって思ったニュースでなんかね今日はねこう奇跡的に私何もあの外に出る予定がなかったからまだ良かったんだけど、いや大きな地震だったんだなって改めて思いましたっていう感じですね。せやね、ね、おじさんとこも大丈夫だった？ね、なんかすごい大変だったねまあでも今日はね、まあそうですね、まあ余震とかも多分あるかな、あるかもしれないとは思うんだけど、まあでも今日は今日でちゃんと楽しく仕切り直していこうかなと思います。というわけで、調査進めていきましょう。ニューポケモンスナップ続きをやっていきます。えってなわけでですよ。あ、音量大丈夫ですか？結構あのよろしく、ね、音大きいかな。ちょっと下げるね。大丈夫だよかったよかったよかった。まあでも油断せずに今日も過ごして、でもね楽しく遊んでいきましょう。せっかくね新エリアに行くからね。でなわけで、レンティル解消ってあって合ってるかな合ってるかなっていう、まあ、ここに行ってみようかなと思いますよ。いやー海の中だよ、楽しみだね。あ、もうどんなポケモンに出会えるのか全然想像ついてないけれど、どんなポケモン出ると思う？なんかもし予想があったらコメントをいっぱいしてもらったり、普通にあの雑談とかできたらいいなと思ってるんで、いっぱいコメントしてもらえると嬉しいです。海中行きましょう。えいっ。で、まあ、音量調整も全然、こっちでやっていくので、気軽に言っていただけると嬉しいです。ゲーム音下げたりとか。あ、BGM 超陽気？オッケー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 、わかった。もう気持ち下げようかな。確かにちょっと大きいかもね。よし。あ、なんかやっぱりゆっくり入るね。ゆっくり入るね。どう？待って、ラブカス超かわいいね。かわいい！あ、了解です。いつもと同じで大丈夫だからね。かわいい。もうハートのさ、お魚とかってもただただかわいい、かわいいじゃないいやもう完全に海の中ですね。サニーゴもいるね。かわいいな、かわいいなついついラブカス取っちゃう。いやもうラブカスはマジでもう神がかってると思う。なんかこのフォルムが。お、なんだなんだ、よいしょ。はいはいはい、海藻に隠れて暮らすポケモンがいる。なるほどね。ネオラント、くるくるしてた。あ、進化系か。あ、まねっこしてる。かわいいかわいい。親子かな。かわいいね。僕のグソクムシャちゃんいるかな。グソクムシャちゃんいるかな。あ、寝てるね。え、どこどこ。あ、これか。あ、クリストフラワーね。オーケー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 、わかったよ。あ、もうなんかちょいちょいいるね。あ、リラックスしてる。すごいリラックスしてる。
男の子だった。へえ、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗だね。うわー、なダイビングしてる気持ちになるねこれ。いいねいいね、ネオランと知らないポケモンやな、かわよ。あ、吠える子いるよ。私、あ、ネオ、多分ね、ネオラント、おー、泣いてる。すごい。なんか喋ってるのかな？あ、サメ肌もいるね。多分あれだよね、この前キャモメに食べられてしまったこの進化系だなっていうイメージだな、ネオラントは。うんうん。吠える子かわいいなー。サメ肌、すごいなぁ。サメ肌ってこう、軍隊こうやって、軍で行動していくんだね。なんかおしゃべりしてる。いや、めっちゃ可愛いなぁ。へぇー。結構深いところまで行くね。どこまで行くんだろう。あ、あれさ、ハリー戦だ。おー。キョロキョロしてるね。お、はってなってる。あ、あ、膨らんだ。怒ってる。かわいい。腹減った。あれ、お腹すいたって言ってるのやばいね。リンゴあげたらよかったね。なんか泣いて、あ、毒クラゲがいる。ちょっと待って、なんか、あちこちで、なんか、あ、ハリーセンが泣いてるのか、これ。うわ、毒クラゲだ。すごーい。なんか懐かしいな、毒クラゲ。海中の方が生態系出てて、良き。ね。すごいね。なんか、水ポケモンの暮らしが、こうやって見れるのいいね。わー。わ、めっちゃいいな、楽しいな。いいね。ドッグラゲめちゃくちゃいんね。でかいね。そして。いや、めちゃいる。ドッグクラゲがいるなら目のクラゲいるかなと思ったけど、ここはドッグクラゲだけだね。あー、すごいいいじゃん。いや、素敵やん。うわー、めっちゃもう映えるってやつだね、これは。こんばんは、こんばんは。来てくださってありがとうございます。コメントありがとうございます。ちょっとニューポケモンスナップの海中を進んでおります。よかったらゆっくりしてってもらえると嬉しいです。この大きさのドッグクラゲ見たらちびる。確かにね。確かにね。もうただ、もうさ、なんか人間絡め取られて、こう、おしまいよね。いや、めっちゃでかいな。クラゲがあのサイズでリアルにいたらちょっとハッてなるよね。ラブカス、かわいい。めっちゃかわいい。これかわいいな。これにしよう。相変わらず、このまま、特典のところは、軽めで進めていこうと思います。な、寝起きっぽくてかわいいね、これ。まあ、でも、せっかくだから、星2を、やっぱり、星2から埋めていきましょう。そうそう、蛍光王。蛍光王の進化系だ。これさ、もうほとんどネオラントではないのか？でも可愛いな。これにしよう。吠える子。お腹すいたーって言ってるかもしれない。サメ肌。いや、これかっこいいな。これすごく上手に出てきそうな感じだね。いいね。かっこいいね。ハリーセン。ハリーセンは多分さ、いや、これよなー。これ、すごい結構ぷくって膨らむね。可愛いね。かわいいね。どうしよう。これがいいな。これにしよう。毒クラゲ。今日はね、なんかリクエストとかもね、やっぱこなしていきたいなっていう気持ちでいるよ。せっかくなんで。リクエストっていうか、レンティルチャットのやつもなんかやっていきたいなっていう気持ちでおりまする。これすごい綺麗だな。どうしよう。距離的にはこっちだけど、なんとなく絵になるのはこっちかなって思うからこっちにしよう。というわけで、博士に見せていきます。見せていきますよ。さて、今回はどんな写真があるかな？
はい、新発見だ。もうめちゃめちゃ可愛い。なんかこの配色がもうすでに可愛い。こんな感じでもうね、どんどんもう可愛いしか出てこなくなるね、この言語が。もうなんか、いやなんだろう、これすごい癒されるゲームだねって思った。なんか VR とかでさ、やっぱ見たいよね。もう絶対もうめっちゃカメラ切っちゃうと思う。結構序盤の方で全部なんかシャッター全部切り終わりそうな気がしてきた。ネオラントで蛍光を、いいね、めっちゃ褒めてくれる。これ可愛かったな、親子の会話。これはあれだね、お腹すいた吠える子。ベストタイミング。そのうちさ、吠える王とかもさ、海中で見れるようになるのかな。もうすでに会場で結構びっくりしたけど、どうなんだろうね。サメ肌いいね。あ、でもこっちなんだ。でもこっち迫力あったね。リンゴポイってした時のやつ。ハリー戦いいね、いいね、何でも褒めてくれる。これが書いていったから、なんかネオワン号のね、新機能とかがね、まだ全然なんか使いこなせていないから、なんか海中以外も今日はいろいろ行きたいなっていう気持ちでおりまする。いい、ね、よいしょ。めっちゃ綺麗。でもどうだろう、今日ストーリー進むかな、どうだろう。結構テンポいいんですよね、やってて今のところ。お、海中で光ってるクリスタフラワーの撮影を頼むよ。あ、了解です。そのデータがあればコピア諸島のイルミナオーブが作れるんだ。なるほどね、確かに。そっか、光ってる花の写真を撮らないと先に進めないんだ。なるほどなるほどなるほど、把握した。こんな感じでいろいろといっぱい撮ったな。とりあえずじゃあ一回ベースキャンプに戻りましょう。次どこ行こう。ネオ暗号の新機能を使いたい気がする。あのちっちゃくなるっていうやつまだ使ってないからね。でもなんか次に住みたいような気持ちはあるしな。とりあえず調査を進めていきます。そっか。でポルク島もあれだね、光ってる花の写真を撮らないと先に進めないっていうことなんやろうなと思うけど、一回ちょっとフロレオ島に戻って、あれフロレオ島ってさ、レベルマックスの時って行ったことないよねと思うので、ちょっとそれもちょっと行ってみようかなと思います。どうしよう。昼夜悩ましい。昼に行ってみるか。せっかくだから明るい時にちょっとネオワン号の新機能使ってみようかなと思いますよ。あ、せっかくだからレンティルチャット見ればよかった。グダグダでやる。音うるさいかな、大丈夫かな。いや大丈夫か、大丈夫だな、きっと大丈夫だと信じてます。あれ、どのボタンを押したらいいんだっけな。音楽が、あれマックスの時ってもしかして初めてかな、そうでもない、よいしょ。あ、踊ってる、あ、かわいい、なんだそのかわいい、かわいい、ありがとう、かわいい、かわいい、はぁーってなってる。めちゃくちゃ写真撮っちゃった、めっちゃかわいかった。音楽を鳴らすことによって特に何もか、あーい、あ、ごつんこした、あ、切れてる、あ、怒ってる怒ってる怒ってる、おーおーおーおお、荒ぶるバフロン、なになな、あ、戦っている、すごい、
るね。はあ、やり合ってんね。すごい。ああやって縄張り争いをしているというのか。激しい戦いだった。なんだなんだ、ん、あ、これか。あ、これはあれだね、木の実を置いたらっていうやつだね。よいしょ、エモンがかわいい。もうここは取ったかな、ここは取った気がするな。なんかこの辺、この辺、えいポンヘラクロスをちょっと落としつつ、怒っている怒っている。この辺とか、あ、ごめんこの辺のカイロスは特に出てきたりしないのかな。出てこなさそうだな。はあ、なんか怒ってる。あれかな、やっぱ動画では初めてかも。本当？そのなんかすごいこう全然なんかね、やっぱ違うよね。あ、コアルヒーが飛んでるコアルヒーが飛んでった。コアルヒーが浮いてきたねあ、ピチューがまたこっちで踊っている。ここのこのルートは行ったよね、確か。この前なんかそんな気がするな。めっちゃ音楽鳴らして進んでいく。めっちゃ音楽鳴らして進んでいくけど、そんななんか大きく何かが変わるわけじゃないのかな。コイキング、コイキング、音楽を鳴らしても方法は起きない。あ、なんかガサガサって言った。あ、ピッパだ。あんま変わらないかな。あ、寝てる。は、かわいい行ったー行ったー。あとなんだろう、なんか、あ、そういえば結局新機能を使わずに終わってしまった普通に探索して終わってる私今。やば、トンネルくぐってって、トンネル結局どこにあったんだろう。あれかな、検索したら出てきたのかな、さっき。どこにあったんだろう。ふふふんついてる今なんか。あ、踊ってるんだ。あ、踊ってる。あ、あー踊ってる、かわいい。なんかいいね、ウキウキだったね。そして結局トンネルどこだったんだろうわからなかったごめんなさーいなんて、え、どこだったんだろう。あれ、フロレア島にはない。いや、多分でも最初の説明の時にフロレア島の写真っぽかったからあったと思うんだけどな待ってたよ。めっちゃ夢中になって写真撮ってた、やばい失礼しました。なんかしかも レンティルチャットのリクエストのやつをこなしてる。なんだろう、何こなしたんだろう。あ、あれかな、戦ってるやつかな。そしてめちゃくちゃ可愛いな、めちゃくちゃ可愛いなこのめっちゃ飛距離出てるやつにしようか。えい、バフロン、バフロンのこう、どれだろう、これか、この辺だ。ゴンってやつだ。すごいな、やっぱ迫力あるね。あんなのぶつかったらひとたまりもないよこれビビオンなんだ、これはいいや。エモンがとってもなんか普通に大きく取れたな。ヘラクロスはなんかあれだね、星さん頭しか取れてないけど、なんかなんとも微妙な気持ちになるからこっちにしようかなケムッソ、これかわいいね、ドードリオ。これなんか写真を見てもなんかそれっぽいのわかんないな、わかんないな。コアルヒスワンナ、これスワンナではない、ピッパ、ピッパは
同じところで撮ってるな。モジャンボフラージェス、あ、踊ってるやつがあれなんだ、星4なんだ。へえ。キワはこれも星4なんだ。あ、これかわいいね、踊ってるね。ほうほう、ほうほうは寝てるね。コイキングはまあ、とりあえずこんな感じでやっていこう。え、リスナーさん見つけた？なんか夢中になりすぎてて、ただ飛ばしちゃっただけな気がするけれど、よくないね、冷静になろう。テンション上がりすぎて、テンション上がりすぎて完全に見落としている気がする。力比べをしているんだこれ。あ、やっぱりそうなんだ。なるほどなるほど。リクエスト達成。あ、バッフロンをコンプリートしました。いいね。音楽でテンションが上がったってことかな。エモンガ、お、こっちの方がいいんだ。すごい真顔だけど。あ、エモンガはもともとあれだね、全コンプしてるね。食べているところ、でもやっぱりこっちの方がいい。なるほど、いいね、なるほど。どんどん進めていきます。どんどん進めていくけど、この写真の合間合間に別ルートがあったのかどうかを見ているけれども、わからない。結構しっかり大きく撮ってるから余計にわからない。ジャングルの方が実はあったりするのかな。ほうほう、あのほうほうが寝てるところにはいけないしな、さすがに。お、キワワが、キワワコンプリートしました。やったね。フラジス、お、ダンスしてるんだ、かわいい。青いフラジス、とってもおしゃれでかわいい。お、コンプリートしました。なんかどんどん図鑑が埋まってきたな。うんうん。で、これはもうね、レベルマックスにしてしまったので特に変化はないんだけれども、あ、この写真すごくいいね。アップロードしてみんなに見てもらおう。やった、グッドがもらいました。てなわけでベースキャンプに戻ります。さーて、どこにあったんだろうな。なんとなく同じところを連続で行くのはなんだかなっていう気もするので、ちょっと別のところに行こうかなと思っております。新機能はいつ使えるようになるんだろう。あ、ポルク島の調査を進めてねって書いてあるな。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これ見よう、これ見よう。ベラス島にちょっとも今度は行こうかな。なんか、あ、結構これクリアしてるところじゃなくて、ベラス島でカテゴリで未達成で行ったら、こんなにあるんだ。あ、でもなんか夜が多そうかな、夜が多い。いや、でもこれ昼多分ね、この動画内ではおそらくベラス島のレベルマックス状態は行ってないような気がするので、ベラス島の昼でちょっとなんかあれだな、不思議マナ系がちょっとちらほら、エイパムとか、あとあれだね、別ルートが多分あるっぽいので、そこに行ってみようかなと思います。今日はね、ちょっとね、23時半ぐらいまでやろうかなっていう気持ちでいるので、よかったら最後まで見てってもらえると、見守ってもらえると嬉しいです。知ってるかな、撮影に夢中になるとつい忘れがちなんだけど、一番大事なのは観察することなんだよ。すいませんでした。あの、ちゃんと周りを見て観察して頑張っていきますね。完全に忘れてたもんな。ジャングルの昼行きましょうか。ちょっとちゃんと周囲を見てね、穴入れそうなところ見つけてね。
行かなきゃね。あ、どうやって行くんだっけ。なんか多分X 長押しで調査したら多分行けるんだよね。頑張ってね。よいしょ。なんでしっかりエイパムが踊ってる。あーすごい勢いで飛んでいった。すごい勢いだった。エイパムが呼んでる。エイパムが仲間を呼んでいる。かわいい。おしゃべりしているね。あそこにキツツキがいるね。キツツキラだった。ごめん。キツツキラだった。ちょっと待って、びっくりマーク、びっくりマークが出るのをちゃんと見とかないとやばい。あ、踊ってる。かわいい。かわいいよ。ありがとう。ありがとう、撮らせてくれて。はい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 。びっくりしている。あ、ケッキングがこっち向いてる。ちょっと待って、だからさ、君さ、君前からそうなんだけどさ、割り込みすぎないよ。あ、ケッキングがこうやって見る、音楽で来てくれるんだ。君さ、君いつもいいところでね、割り込んでくるんだよ。くさ。アーボックが、あ、ウパーをビビらせているね。ボーン。音楽じゃなくてリンゴをぶつける方が正解だったね。ウパーだ。あー、満面の笑顔。かわいい。かわいいね。で、多分この辺でミッションがあると思うから、多分この辺でミッションがあると思うから、すごいわ、僕近くまで来てくれるけど、え？すごいわ、僕近くまで来てくれるけど、あ、そういうこと？リンゴを食べに来たの？なるほどね。あ、不思議花がいる。待って。これ不思議花こっち向いてくれないタイプかな？どうだろう。えいえい、こっち向く？こっち向かないかな？そしてなんかすごい声が聞こえる。農家。あー、なんか全然なんかミッション行けなかったな。あれどうしたらよかったんだろう。やっぱアーボックをこっちまで連れてくるのが正解だった。そしてもしかしてまた穴見落とした？もしかしてだけどまた穴を見落としたんでしょうか。あ、なんかいる？あ、甘かじがいる。え？甘かじがここにいる？あらあら、あら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 。あ、落ちてった。ありゃ？落ちちゃったけど。あれ？甘かじ落ちちゃったけど。え？大丈夫かな？特に、甘かじの姿はその後誰も見なかった。なんか、どでか橋が荒ぶっている。そしてなんかすごいどんどん言ってる。えい。ペパルダスが、ヒューン。せっかくなんで、ここの、別ルート行ってみましょう。あれかな？なんか、あ、不思議花がいたんだ。なるほどね。あー、取り損ねた気がする。多分ね、動画内ここに行くの初ですよね。滝の裏です。ずっとね、レパルダスがいてて、多分行けなかったんですけど、あ、リーピアが遊んでる。メッソンと遊んでる。えい！ポン。あ、こっち向いた。どうだろう。かわいい。こっち来てくれるかな？こっち来てくれるかな？リーフィア。かわいいな。そろそろもうすぐ調査が終了？マジ？早いな。こっち来てくれるかな？こっちに来るかな？もう来ないかな？あ、でもちょっとずつこっちに来てる。こっちに来てくれているけれども、もうゴールしそうな気がする。リーフィア可愛いよね。あー、ここで、ここまでか。ここまでか。はーってなってる。そしてやっぱり小さくなって探索するところは見つからずに終わった気がする。あった？あったかな？
見つけられなかった。いい写真が撮れたみたいだね。これは期待できそうだ。てなわけで、あ、やっぱ新しく撮れたのが、あの、ハゲハンとさ、本当にさ、な、絶対に写真に写りたいんだよな、あの子。いいけど。この辺かわいい。この辺かわいいけど、前も撮ってるのか。この辺にしよう。つけら。つけらすごいちっちゃいね。これはいいや。甘かじ、甘かじ珍道中ってこれだったのかな。なんかどっかついてったらなんか分かったのかな。なんかどこに行くか、どこにたどり着くかみたいなやつが。これが可愛いからこれにしよう。ケッキング、これかな。めっちゃ割り込んでる。わからない。わかんなかったよね、やっぱ。どこにいたんだろうね。どこにあったんだろうね。へえ、アーボック。アーボック、これが近いけど、どうかな、見切れてるからな。めっちゃ可愛いな。なんだこの半目のウーパー、めっちゃ可愛い。これにしよう。シギバのお尻だけか。じゃあ、いや。ヌオもお尻だけか。じゃあ、いや。メッサンはなんかこれ可愛いね。これにしよう。ドデカバシがなんかすごいおしゃべりしていたな。これかな。リーフィア。リーフィア。あ、可愛い。すごい、すごいいい感じに撮れている。どうにしようかな。これ可愛い。これはでもあれだな。星1を撮ってないから。どうしよう。これにしよっか。何がノーデータだったんだろう。あ、そうだそうだ、雨かじが入ってたやつだ。なんか気になることがいっぱいあったな。気になるところがいっぱいあったけれども、あまり何も拾えずに終わってしまった。ててててててハゲハントはこっち。何回か撮ってるとだんだんなんか前の点数を超えられなくなってきているな。えいえい。ちょっとお茶飲ませてください。ちょっと A ボタンを押しながら失礼いたしますね。よいしょ。いいね。ナイスタイミング。いいね。はい。戻ってきました。ちょっとずつ超えている。いやー、どこ行こう次。どうしようかな。ちょっと今度は砂漠にもう一回戻ってみましょうか。いつになったらこのネオ暗号の新機能ってやつを使えれるのかまだわからないけれど、ちょっといろんな島を探索してみようと思います。すべて知り尽くしたところもしっかり調査する姿勢に、ん？感心してしまうよ。ん？すべて知り尽くしたところもしっかり調査する姿勢に感心してしまうよ。ありがとうございます。ピースキャンプ。よいしょ。無事、なんか、配信ができていることに、なんかちょっとほっとしている私がいる。なんかね、やっぱドキドキしてたんだなって思って。なんかね、自分で自分のアーカイブをその昨日のやつ見返した時に結構すごい音鳴ってて、ミシ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 っていう、いや結構やっぱ大きかったんだなって改めて思ったんですよね、本当に。うん、まあ、今んとこなんか建物にひびが入ったりとか、なんかやっぱり改めてお部屋を見返してもなんか特に崩れてるところとかはなかったから、よかったけど、よかったけどよっていう感じだったかな。っていう。じゃあ砂漠の昼進めていきましょう。皆さんのところが無事だったらいいなって、まあニュースで見てる範囲だと全然無事じゃないんだけど、なんかなんだろう、
すごい防災の用意とかってやっぱちゃんとしていかなきゃなって改めて思った次第であります。頑張っ、ごめん、マイクもしかしたら切れてた、申し訳ない、ごめんね、どこから切れてたんだろう、申し訳ない、多分ねミュートのままに、ミュートになっちゃってた、申し訳ないです。あれ、どっから切れてた、ごめんよ、びっくりした、言ってくれてありがとう、ありがとうございます。いつからだったんだろう、怖かった。あれかな、じゃあなんか落ち着いて配信できるようになっててほっとしたあたりからもう多分あれだね、完全に一人で喋ってたね失礼いたしました。今は大丈夫、今は多分、あいで、あ、お尻に当てちゃった今は多分マイク反応あるから、あ、すごい一口でいくんだ、多分大丈夫だと信じている。あ、飲み込んだのかな今、あ、すごいな、大迫力だ、砂を吐いている、砂を吐いている、あとなんだろう、すごいね、音が怖いんだあれかな、あれさ、入れない、あ、もうこれ入れないやつ、なんかあまり別ルートが聞こえてる、あ、よかったよかった、ありがとうございます。いや、びっくりした。ごめんなさい。なんか、完全にね、独り言だったね。今の、申し訳ない。これで、ナックラーが多分、この前出てきてたけどやで、出てきてたけどやで、あれは光ってるし、あくびしてるし、あ、なんか、待って、あれ、砂の中に何かが埋まっている。結局何だったんだっけ、あ、カバルドンが、カバルドンが走ってきた。食べた。食べた。けど、これでなんかが出てくるわけではない。ここはね、やったからな。あっちなんかないかな。あっちは、特に何も、ああ、終わっちゃった。いや、どっからミュートになってたのか全然わからないけれど、あれかな、もしかして飲み物飲んでマイクミュートにした時からもしかしてちゃんと入ってなかったのかな、ごめんね失礼いたした。スコルピ、あれだね、じゃあこうわー、スコルピーって言ってたんだよね、これえらいスコルピが空を舞っていたから、よいしょ、これにしようかな。カバルドンの、喜んでるね、これ迫力あったな、どうしようかな、これかっこいいな、これにしよう。笛でなんか反応ない、確かに笛で出てくるのかな、さっきの砂嵐のところとかも、アリ地獄っぽいところとかも、もしかしたら。ちょっと試してみるか、やってみよう。バルジーナ、とりあえずアチャもいいや。これはクリスタフラワーは光ってないから、これで博士に見せて衝撃映像
ねえ、めっちゃ衝撃的だったよね、今の。びっくりした。焦ったね。そんな、まさかね、まさかスコルピー飛んでくと思ってなかった。いやもうね、そんな一発では取れないよ。ベストタイミングやったね。これでカバルドン、エレザード、バルジーナ、こっちの方がいいんだ。サムネイルに使ったやつだ。よいしょ。ってなわけでレベルアップしたから、もう一回行こう、もう一回行きましょう。お、ところで話が進んでしまった。調査も進んできたので報告があるよ。写真を整理した後伝えるから楽しみにしててね。ってなわけで、じゃあベースキャンプに戻ろうかなと思う前に、ちょっと一瞬、あのね、今回からですね、あれなんですよ。ちょっと、よいしょ。ちょっと待ってね、コメントの、文章がもうちょっとちゃんと全部見えるようになったらいいなって思って、ちょっと名前の部分を消して、バッチだけにしたんですよ。結構2行ぐらいとかになっちゃう。とね、見切れてる時とかがたまにあったから、そう。だからちょっとね、名前がちょっと読み取れなくなっていたんだけど、でも今ね、別、コメント欄だけちょっと別で、私の方で表示、名前が見えるように表示したからね、これで名前を把握できます。なんで、誰がどうつぶ、何をつぶやいてるか分かるようになりました。いや、コメントありがとうございます。本当に嬉しいです。よかったらもうガンガン話しかけてください。バンバン、ボキャブラリーは貧困かもしれないけれども、頑張って喋るので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そう、あとあれだね、マイクがミュートになってたりとか BGM が消えてたりとか、結構うっかり多いから言ってもらえたらすごい助かります。ありがとうございます。砂漠の調査も順調だね。では続いて夜の調査もお願いしようかな。お、ってことは光ってるやつが撮れるかな。この島のイルミナオーブを作るためにイルミナ現象の撮影も頼んだよ。てなわけでイルミナ現象を特定されてしまうん。言うてでも幅のおじさんはもうなんとなくわかるよ。はって書いてあるし。いつもありがとうね、もう特定も何も。いつもコメントしてくれてるから、今日は浜のおじさんいてくれてんだって思っとるよ。そうそう、いつもねコメントしてくださってる方はねわかるのと、あとね初見さんじゃない人も全然なんて言うんだろう、わかるよ。なんかちょっとね、ちょっと表示が変わるんですよね、こっちの画面、配信の方の画面だと。あ、この人初見じゃない。前から来てくださった人だ。ありがとうございますって、実はすぐわかるんですね。だから、いつも本当ありがとうございます。見に来てくださって。ってわけで、調査。いや、もう一回砂漠行こうって言ったけど、レベルも上がったからもう一回行こうと言ったけど、夜が、オープンしたので、夜に行きましょうか。そして、ネオワン号の新機能は忘れ去られていく。いやー、夜の砂漠か。砂漠ってなんとなくやっぱ暗くなると寒いイメージだから、なんかやっぱりまた出てくるポケモンが違いそうだよね。そしてめちゃくちゃ夜空綺麗じゃない。あ、ナックラーいる。ネムネムしてる。いい、かわいい。何それ。はなんだその動き。そうだね、いや絶対空気綺麗だよ。あ、なんか食べれなかったってなってる。かわいい。動きがなんだろう、この、なんだろう。子供の頃によく見た、猿がタンバリンなら、タンバリンちゃん、シンバル鳴らしてるおもちゃに似てる。かわいいなぁ。はぁって言ってる。これどうやって食べるんだろう、この子たち。
気になるけど、なんか踊ってるだけだな。踊ってるだけっぽいね。ちょっと他を見よう。スコルピにしても夜空綺麗だな。かわいいな。あ、なんかキョロキョロしてる。あ、なんだ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 、あれ何、あれ何、何あれ、何、見落としまくっている。なんだ、あ、ひっくり返ってる。何が起こったんだあいつに。そしてもっこりしないただ引っ込んだだけ。あれだな、やっぱ一発ではわからないものがいっぱいあるね。アラビアンナイトのような雰囲気、確かに BGM も相まって、この夜空も相まって、砂漠も、砂漠のこの景色の感じもね、確かに確かに。空飛ぶ絨毯とかアホールニューワールドとか流れそうなイメージ。いいねいいね、神秘的だね。お、バルジーナと、あ、ルガルガンが真夜中の姿になってる。あー、戦ってるんじゃないあれ。な、え、戦ってる、戦ってるわけじゃない、会話してるだけかな。おしゃべりしてる、はーって言ってる。ルガルガンの真夜中、あ、どうした、なんだあれ、めっちゃこっち来てくれる。はな、絡まれるんかと思った。かっこいいね、かっこいいね。あ、これなんだ、これ何、だからマジ、あ、サンドなんだ。すごい高速移動するけど、あれ、あれ取れなくない特になんか検索してなんか出てくるようなところもなく、あれ光った、あ、え、ナックラ、何その、逆犬神家の一族なんだバルジーナ、あ、ガルーラがいる。わー、ガルーラだ。ポケスナのあれの時もあったね。あ、サンドが、ポケスナの最初の時もガルーラいたね、確か。あ、あそこに光ってるのがいるけれども、その前なんかね、結構いろんな音が聞こえるんだけど、なんだ、よいしょ。とりあえずこれだよね。なになになに、うー、待って待って、すっげえ勢いで、あーすごい勢いで流された、取れなかったんだけど。あと何あれ、メテノ、メテノ、赤色の子、何メテノって、えって待って、イワクもいたし、え、これって正面はこっちですか。わあ、初めて見た、メテノってなんだそのポケモン。で、イワークが寝てる。大きさが違うイワークが寝てる。なんか、あ、サンドがいる。かわいい。えい。あ、って言ってる。かわいい。食べてる。やられる。あ、めっちゃかわいいの取れたなー。惜しかった。あ、起きた。あー、すごい、あ、すげえ何なんか、あちこちでなんかいろんな音が聞こえてるし、なんかすごい振動がするんだけど。片っ端からイワークを叩き起こしていく。移動しているね。あ、メテノのなんかいろんな、いろんな色があるんだね。なんかすごい、あれ、チコみたいな感じだね、このサイズ感。マリオの、ギャラクシーに出てくる、あのチコみたいな感じ。サンド買いたい。ね、サンド可愛いよね、すごい。可愛い。でも多分、すごい転がるよ。すごい転がるし、すごい穴を掘るんじゃないかな。なんとなく、室内外よりは、外で買った方がいいようなイメージ。でも逃げちゃうかな、穴掘って。うーはーすごかったね。砂漠夜すごかったね。そしてなんか大事なもの取れなかったね。あれ？めっちゃ難易度高くない？倒れてる。これ、あ、吹っ飛んでるんだ。もう何だったんだろうこれ。びっくりしたってことかな。なんか面白いからこれにしようかな。ナックラ。この辺かわいいな。
あー食べれなかったってなってる顔がかわいい。そしてこの逆犬神家何だったんだろうこれピョンって飛び出してるやつが得点高いんだね。でも星3の方がレアかな。星3にしよっか。サボネア、この辺かわいいね。この辺にしよう。バルジーナは多分前の方がいいだろうけど、まあ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 。これすごいさ、なんかなんだろう、コンビニの前とかでよく見かけそうな感じなんとなく。うわこれめっちゃかっこいいね。伝わる？さっきのなこの辺かわいい、かっこいい、かっこいいけど、なんとなくこれがすごいこうコンビニの前でおしゃべりしている人たちっていう、なんかこの和気あいあい感があるから、これにしよう。サンド、あサンド、なんかあれだねもうこれサンドってわかるって感じだなこれにしようかな、かわいい。ちょっと待って、イワークはなんかサイズ感がいろいろあったね。これすごいなんか顔がかわいいね。わっこれかっこいい、わっこれかっこいい、なんか光ってる。せっかくだからなんかちょっとこの幻想的な感じのやつにしよう。なんか背景も相まってめちゃめちゃいいと思う。ガルーラはこれかな。メテノってメテノって何メテノって何、初めて見た。そんなポケモンいるの、治安悪いなまあまあ夜だからね、まあ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 昼とはまた違う姿がね、街もなんか昼と夜で姿違うじゃないですか。多分砂漠もああいう感じなんだよって思ってるスコルピ、あー次は動きをよく見てタイミングを合わせてみようって言われてしまった。これマジで何だったんだろう。サンドにびっくりしたんだと思うんだけどな。そして私が撮ったスコルピ大体なんかすごい飛距離がある、なんかすごいジャンプ力がある。ジャンプ、まあ途中は竜巻に巻き込まれてたけど、飛び出してきたところかな。ベストタイミング、やったー。あ、そうなんだ。ソルロックとかルナトーン。なるほどね。あ、進化前とかってこと？あの辺って、進化前あるのかな？でもなんか確かにあの辺の感じするね。なんかわかる気がする。ってことは、もしかしたら、それのつながりで、ソルロックとかルナトーンとかの、あの辺も、うわ、砂漠にいそう。なんか出てきそうな気がするね。竜巻から急にわーって現れてきたら超かっこいいよね。すごいいろいろ妄想してみる。さあこのコンビニでたむろしている夜の人々のルガルガンは、お、うんうん、簡単には取れないショットだよ、ショットだよ。ルガルガン金色だ。お、今ねラテ君がねちょっと横から生えてきたので、ちょっとラテ君を配信画面にもシュッってしますね。よいしょジョイコン当てちゃった。サンドかわいいな。やっぱり丸いものってかわいいね。やっぱり丸いものは何でもかわいい。イワーク、これめちゃくちゃいいな。めちゃくちゃいいね。これは後で保存しよう。よくよく見たらバルジーナも一緒に写ってる。いいなあ、こうやってなんかいろんなポケモンが見れるのいいね。どん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 新しいポケモンに出会えるこの喜び、いいっすね。ポケモンスナップ、勢いがある。なんかなんだろう、飛び出してきた、スポーンって飛び出してきた勢いが大体みんなすごいよね。お、もうあれなんだ、調査レベル2に上がったんだ。ガンガン進むね。いいねいいね。大体あと30分ぐらいをめどに進めていこうと思いますよ。
いい、なんかね、前の過去のその任天堂64の時のポケモンスナップのこともなんかこう思い出してすごい楽しくなっちゃうね。ニューポケモンスナップ、これ多分ね、全然ニューポケモンスナップから初めて入った人も全然楽しめると思うんだけど、なんだろう、やっぱ小西はね、その64の時、そのマジでローソンに通うぐらいハマっとったから、なんかローソンでね、わざわざあのプリ、あのポケモンの写真をプリクラ印刷してもらうのにめっちゃローソン通ってた時期があったんだけど、なんかその当時のこととかもなんかついつい思い出しちゃうな。いいね。でもやっぱりニューポケモンスナップめっちゃ進化してる。なんかもう何もかも綺麗、どことどこを切り取ってもすごいなんか絵になるなって思った。じゃあちょっとベースキャンプに戻りましょう。えい、でだよ、光る花は取れ、光るお花は取れないし、ネオ暗号の新機能は使いどころがわからんし、どうしようか。頼んだよ。どうする。ちょっとリクエストも見つつ、どうしようかな。もう私もう一回海に行きたいような気もするんだけど、あんまり同じ島に行くよりはなんかいろんな島をなんか巡りたいっていう気もするんだけど、コピア諸島、コピア諸島の夜の写真も撮れるようになりたいよね、今日中に。よかったら、フワリンゴすくいって何？あ、そうなんだ、コピアリーフでリンゴ投げたらいいんだね。なるほどね、コピアリーフでリンゴ投げたらいいんだね。海に戻る瞬間？それは知らないな。マジか、膨らんだ後に、膨らんでるところを取ろうとしたらあっという間にどっかに飛んでっちゃった。ほほほほほ、あれ、膨らんだやつは取ったけど、またあれかな、別パターンがあるってことかな。キャモメの宙返り、難易度高そう。スナッシーがお昼寝してたの可愛かったから、可愛かったから見てくれ。3匹並んで、綺麗花はサーチに反応するみたいだね。いい写真を撮るのに役立つかもしれないよ。なるほどね。ちょっとなんかちょっとなんか面白そうな写真がちょっとここにあるけど、気になるけど、気になるけど調査に行こう。よいしょ。よろしく。ってなわけで、じゃあコピアリーフに行こっか。コピアリーフでリンゴを投げつつ、運が良かったら、なんだろう、お花も取れたらいいね。あと別ルートもあるのかな、これって。ちょっといろいろ気になる。まだ1回しか行ってないから、ちょっと行ってみよう。しかもレベル2になるの、ん？レベル2になってから行くの初めてだから、もうちょっと生態が変わってるかもしれないしね。てなわけで、来ました。コピアリーフです。コピアリーフでございます。いやー、迫力あるね、やっぱ。リンゴ。なんか、うまいタイミングでリンゴを。そういえば、あ、なんかすごい集団でいる。はい。わお。すごい飛ぶね。あー、あー、食べた食べた。なるほど。ああやって。ああやって。前もやったね、これ。くるくるしてる。ああやってお食事がはかどる。どこで投げたらいいんだろう。あっちかな、あの辺、この辺じゃない、この辺いいんじゃない。サメ肌ってこんなガンガンなんか会場に顔出していくタイプなの。そしてあれだな、あんまりリンゴに反応してくれないな。そしてなんかバシャバシャ言ってるな。あ、ゼニガメがいるよ。かわいい。こっち気づくかな。あ、いや、なんか、あ、いて、あ、ごめん。ごめん。初手で当てるつもりはなかったんだよ。かわいいね。かわいいね。いいね。
山内さん思い出すね。あ、これを探索して中に何かがいるようだ。これ音楽を鳴らしたら？音楽じゃなさそうだな。やっぱリンゴ？うん、音楽じゃなさそうだね。やっぱコイキングだけかな。あ、なんかあそこでふわふわしてる。あそこでふわふわしている。あ、いいね、くるんってしたね。あ、そして満タイン、おしゃれな飛び方してた。あ、来たー、ホエル王だー。びしょ濡れなんじゃが、いやもう大量やってなるよね。いやもう、なんか向こうにもいるくない？すごーい、目がキュッてなるんだ。最高に可愛いね、それは。あっちは特に何もない。へえ。ホエル王ってもしかして、なんか、あれかな、潮吹きとかあったりするのかな。音楽には特に反応はないかな。わあ、優雅だな。なんか別の姿見れそうな気がするんだけど。あ、そうだそうだ。ここで、これ多分救ってくれるんじゃない？救ってくれない？救ってくれない？救ってくれなさそう。なんかあそこに巣があるね。ペリッパーの巣かな。カイリキーだ。なんかシュールだな。あ！あ！おお！あ、最高にマッスルですね。ありがとうございます。最高にマッスルでしたね、今の。この辺。ペリッパーをなんか、あれだな。ペリッパーにリンゴすくってもらうの難しそうな気がする。あ、いいね、泣いてる。かわいい。あれ、なんか、なんだなんだ。あ、ルートが分かれる。あ、あっち行った。やった、新ルートだ。そして多分ペリッパーの、なんかリンゴすくうやつってあそこだったんじゃない？もう無理かな、遠いね。ちょっと、なんか生拳生えてない？あれ食べてるとこ？お食事中？めちゃくちゃ生拳がペリッパーの口の中にいるけど。ブルーホール？何それ？なんじゃそれ。もう生拳を取っているのかピリッパーを取っているのかよくわからないことになっている。ブルーホール、あ、かわいい。でもなんかかわいいからいっか。へえ。こっち側は特に何もないかな。生態系がもうすごいよね。あ、もうなんかみんな、ペリッパーの口の中にみんな住んでんだ。へえ、面白いね。不思議だ。不思議な生態系だ。綺麗。あ、ごめん。あー生拳ごめんごめんなさい。事件すぎる。悲しい事件だったね。落としちゃった。うわーって言われた。気をつけて。いやー、口の中から生拳が飛び出てしまった。あの後の生拳どうなったんだろう。生拳ってさ、海の中でも生活できるよね。生活できるよね。大丈夫かな。こう、申し訳ないことしたな、また。いつも事件が起きるね。あ、空飛んでる。あ、これは、捕食された。捕食された蛍光棒が。もうだってすごい幸せそうな顔してるもん、このキャモメ。
ゼニガメ。ゼニガメ。これはどうしようかな。なんか普通にこの辺が可愛くていいんじゃないかな。この辺宙返りしてるように見えたけど、あれだね、取れてないことになってるのかな。悲しい。残念。残念だ。なんかでもすごい優雅だな、この辺。これにしよう。ペリッパ。ペリッパ。この半目っぽい。これすごい可愛く撮れてるね。可愛いね。あー、これは悲しい事件だったね。悲しい事件だったね。マンタイン。これもなんかすごくなんか、なんだろう、優雅にこう泳いでたやつだ。なんかもうちょっと上手に撮りたいね。いいね。この辺もなんかすごく雰囲気がいいね。この辺なんか全体が撮れてる感じがする。これにしよう。怪力。このマッスルポーズ。わ、もうめっちゃかっこよく撮れてる。これにしよう。ところでこの怪力やっぱり女性だった？今、わからなかった。もう全然なんか名前を見る暇がない。蛍光を捕食の姿。カイリキーは現地民の姿。なんかいろんな姿が見れて面白いね。ナマコブシ。このナマコブシめっちゃ可愛いな。あれ、これクリストフラワーが取れてるの？ほぼ、もうキャモメでよくない？それ。そのカイリキーはオスだった。あ、そうなんだ。じゃああれだね、あの浜辺の方の怪力はメスなんだな、きっと。いやー、すごかったな。マッスルポーズが決まっていたね。サービス精神旺盛なタイプだったね。よいしょ。で、蛍光王の捕食の姿は捕まってしまったのかな。いいね、なかなかのショットだ。すごいすごい普通の会話。普通の感想だった。ゼニガメ。ゼニガメもなんか変わっ、あれなんかな、リンゴを、でもリンゴをぶつけたな、さっき。笛とか鳴らしたらもうちょっと違ったのかな。キャモメ。ポケモンは大きく映してね。はーい。ペリッパー。これはぶつけちゃったな。ぶつけちゃったんだよな。あの後の生拳が気になるな。そしてだからガンガン飛ばしていきます。こっち、確かにこのマンタインすごい可愛い。泳いでるところか、よく撮れてるね。金ピカ、かっこいいね。かっこいいね、これ。うん、バランスよく撮れてる。でもなんとなくペリッパーがいい感じにバックに映っている。いいね。よいしょ。で、あと生こぶし、そうだそうだ、口の中の研究しがいがありそうだ。確かに。これ実際のさ、動物もさ、こういう風にこう生活してることとかもあったりするのかな。確かにペリッパーの口の中って安心安全、あの飲み込まれさえしなければ安心安全だし、快適なのかもしれない、意外と。なんかそういう生き物もいたりするのかね。ってなわけで、会場昼のレベルは2のままだけど、いろんな姿が、会場の分かれ道も確かに見つけたね。ブルーホールって何？ブルーホールって何？気になる。ググっていい？ブルーホールって何？ブルーホールは、かつて洞窟や、鍾乳洞といった地形が何らかの理由により海中へ水没し、浅瀬に穴が、穴、だからホールだね。穴が開いたように見える地形である。そうなんだ。なるほどね。あ、なんかすごい、ぽっかり穴が開いてるように見えるんだ、上から見たら。へえ、そういうのも入ってるんだね。ニモで運んでもらってるシーンあったね。あ、確かに確かに。
確かに、あれもそっか、ああいうペリカンが運んでくれてたんだっけ。なるほどね。やっぱじゃあそういうのがあるかもしれないんだ。これなんかすごい好きだから保存しよう。あとはそうだな、このこれこれめちゃめちゃいいね。こんな感じでどんどん、これこの辺は、あ、飛び出てる。これも可愛いけどね。あ、これはスイッチに保存です。よし、へー。反応だそうだよ。初めて知ったブルーホール、日本にもあるんだって。なんて書いてあったっけな、名前がね、なんて読むんだろうこれ。トナキ島、沖縄にあるんだってブルーホール。いいね、なんか新しい知識を得たこのポケモンスナップで。はい、てなわけでですね、今はあともう2回ぐらいいけるんじゃないかな。よろしくね。どうしよっか、コピアショットを行ってレンティル解消に光るやつがあるのかな。ここは、ね、どうしよっか、ちょっともう一回海中に行ってみましょうか、せっかくなんでレベルも上げたいし。うんうん、いや今日なんかいろんな島に今行ってるけど、すごいいいね。なんかどの島にもなんか全然違うポケモンがいて、雰囲気も違っていていいよね。なんかどこ撮影しても楽しいんだけど、なんか小西的にはね、やっぱ海で撮影するのめちゃくちゃ楽しいかもしんない。めっちゃ綺麗マジで。いいね、なんか好きな、この島で撮影するの楽しそうとか、もしなんかリスナーさん側でも見つかったら、全然そこもっかい行くんで言ってもらえると嬉しいです。一緒に撮影しに行きましょう、ぜひ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 。あとあれだ、もしポケモンスナップやってる人がいらっしゃったら、あ、なんだなんだ、あれなんだ、お、なんだなんだ、あ、ここね、あ、なるほどね。なんか写真とかよかったら、なんか他の人の写真も見たいなって思うから、こうこにまチャンネル、ハッシュタグこにまチャンネルでもしつぶやいてくれたら見に行きます。なんか写真見せ合いっこしましょう。とか言ってみました。ちょっと後ろも見つつ、もうなんかこれ蛍光をにリンゴあんまり意味ないか。なんか泳いでる？もふもふしている。もこもこしている。結構地べたすれすれ泳ぐんだね。寝てる。すごい健やかに寝ている。ピコン。これ、踊ったりするのかな？それはないか。あ。あ、クリスタフラワー。え、でもあれ光ってないよね。絵になるよね、すごく。いいよね。お、すっごい近くで撮れた。なんかね、どこ撮っても、あ、オクタンがいる。オクタンがいる。ああ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 あ、あれ威嚇してたんだ、ホエル子。威嚇かな、こんにちはーって言ってたのかな。距離感ミスってんだよなみたいな感じだったのかな、オクタン的に。うわー、すげえ。あ、あ、すごい。宙返りしている。いいなぁ。なんかすごい楽しいね。あ、ほいほいしてる。かわいい。かわいいね。とってもかわいいね。なんか、光っ、おぉ、光っ
ってるお花がありそうな、そう、謎進化のオクタンがいたね。いいね、いいね。あ、あそこなんか光ってそうじゃない？いや、関係ないか。あ、なんも、ただ岩が なんか光ってるように見えるだけだった。でもなんか、ちょっとこの辺が明るいのは一体なんだ？あ、取れたね。あれ、これとはまた違うのかな？ここ。あった！飛んでいってしまった！あー！すごい飛んでいってる！あーすっごい勢いでハリー戦飛んでいってしまった。えい、あこれさ、撮るの大変じゃない？これめっちゃ大変じゃない？なんて難易度が高いゲームなんだ。あとは、なんかさっき見てないところ、あ、でもあそこにもあるけど、いいじゃん。え、なに、怖っ。え、めっちゃ怖いんじゃが。え、めっちゃ怖い。あ、当たった。音楽は特に関係ないかな。やっぱあれだな。ウォン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 。センサーに反応するんだ。すごい。食べていい？ダメだよーってなったんかな。あっという間に終わってしまったし、特に光ってるお花は見つけられなかったかな。今の感じだと。早かった。いや、めっちゃ早かったね。さっきのハリー戦。やばかったな。もう全然取れてる気がしないんだけど。大丈夫か？てなわけで、あ、でもハリー戦なんか取れてるっぽい感じになってるね。あ、どうしよう。悩ましい。悩ましいけど。一応これにしよっか。ラブカス。ラブカスかわいいな。ラブカスマジな、あの、この青背景のラブカスマジでかわいい。毒クラゲ。これは、光ってるやつと通常のやつはあんまり変わらないのかな。ってことはやっぱくるくる回ってるやつがあれなんだ。特殊なんだ。なるほど。ネオラントは、ネオラントは、どうしよう。寝てるやつすごい可愛いけど、ちょっと大きめに撮れてるやつにしようかな。ホエルコ。あれ？これホエルコになってんの？え、オクタンも撮れてるんだ。お腹しか見えてないんや。丸すぎて。お腹しか撮れてないけど、これにしようかな。オクタン。オクタン。ヒエーってなってる。怖いよーって。食べちゃダメだよー。この辺も、取って、ハリー戦。お、マジハリー戦、これは。これ取れてんの？これ取れてんのか？取れてることになってんだね。面白いね。真ん中では全然取れてないけど、どうしようかな。どれにしようかな。なんとなく、この辺かな。なんか複数取れてるから一応これにしようか。ちょっと小さいけどね。もう完全にこれだってハリー戦見失ってるもん。ホエルコかわいいよね。やっぱ丸い生き物は正義だ。かわいい。なんかどの仕草もめちゃくちゃかわいかった。なんかあの、多分笛の音に反応してたのか、ただ一人でおしゃべりしてたのかわからないけれど、なんか歌ってるような感じの姿もめちゃめちゃ可愛かったね。いいね。あとなんだろう。そういえばなんかホエルコ、なんかこの前なんか聞いた話なんだけど、ホエルコの体重に比べてホエル王になった時、サイズはさ全然違うけどさ、ホエルコの時の体重となんかホエル王の体重はあんまり変わらないらしくって、なんか実はホエル王中身スカスカなんじゃないかみたいななんか話を聞いたんだけど、なんかそれを聞くとなんかすごい
もしかしてホエル王ってあんまり深いところまで潜れないのかなっていうような気もしてきている、実は。だから会場にだけなんかな、今のところ。まあ、レベルが上がったらもしかしたら、ホエル王もね、水中の姿が見れるかもしれないけどね。いいね、可愛く撮れたね。ホエル子。お、普段通りなんだ、これ。普段の姿。もうお腹しか見えてない。丸い、可愛い。口開いてるやつが結構あれだね、迫力あるね。お、驚いているようだね。食べていいって言われたのに対して驚いてるってことかな。そんな至近距離ではなくったっていいじゃんね。食べるなら人思いに行きなさいよ、サメ肌。いいね、いいね。なんかいろいろ取れていいね。あ、飛ばしちゃったけど。あ、リクエストはでも達成しましたね。よかったよかった。てなわけで、海中のレベルが上がります。お、新しい段階に進んだね。小さな変化も見逃さないよう。次もよろしくね。ふわっ。オクタフワってなるよね、確かに。すごかったな、迫力あったな。いいよね、なんかさ、ネオワン号にもさ、なんかそのポケモンの鳴き声でさ、なんか日本語に翻訳してくれる、そういう機能もあったらいいよね。無茶かな。そしたらなんか何言ってんだろうとかも分かって面白いような気がするんだけど、このハリー戦なんかとっても綺麗に撮れているから入れとこう。てなわけで、ベースキャンプに戻ろうかな。そして、あまりにもテンションが上がってずっと喋っていたので、お茶を失礼し、今度はマイクのミュートを、ちゃんと取ります。頼んだよ。そうそうそう、バウリンガルみたいなやつ。そう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 、ホエリンガルみたいな。ホエルことホエル王だけみたいになってるけど、今の言い方だとポケリンガルみたいなのがあったら面白いよねっていう気がした。なんかね、なんとなくなんとなく動物ってさ、見ててなんこう 何を訴えたいのかっていうのは、なんか仕草とかでさ、わからなくはないけど、やっぱなんかおしゃべりできるようになると楽しいよねって思うことはあるかな。なんか今猫飼い始めてて、そう思うことが増えた。何思ってんだろうなこの子みたいなことをね、なんか最近考えるようになったから。そう、ポケリンガルとかもあったら面白いよね。じゃあ調査に戻りまして、戻りまして、ちゃんとマイクが入っ、なんか今ね、コメントが動いたのを見てね、あ、大丈夫だ、会話できてる、マイクのミュートはちゃんと外れてるって気づいてほっとした。よいしょ、どうしようかな、どうしようかな。なんかね、いろいろ行きたいんだけど、やっぱりネオ暗号の新機能がどうしても気になるから、ちょっとフロレオともう一回行っていいですか。どうしよう、今度夜行ってみます。多分夜のレベルマックスも行ってなかったと思うんで、ちょっと行ってみようかなと思います。いや、楽しみだな。絶対に X ボタンを押して調査することを忘れない。テンションが上がるのはわかるけれども、ちゃんと冷静に周りを見て行動していく。覚えた。覚えた覚えた。てなわけでですよ。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってきます。お、跳ねてる跳ねてる。これはね、青い炎が出るんだよね。青い炎が出るんですよ。この、あえって、これを投げ、おお投げたことにより、テンションが上がり、ドドリオも、あ、怒ってる。あ、ごめん、怒ったの？ごめんね。あ、ピジョットがいるね。あ、違う。あんたじゃない。あ、喜んでいる。かわいいね。
モジャンボの大移動、そういえば。よっしゃ取った、え、取れてない、今のは取れたんちゃうんか取れてないのか、残念だ今完全に写真撮ったと思ったのにな。これはでもちょっと暗いな。そしてなんかやっぱり穴はないよね。キャタピーこんなとこにいんの、穴ないよね。はいはい、これね、これね、これ飛んできた。すごい顔見、目が合う。でも、あ、なんか、あ、でもこれだよね。クリスタフラワーはやっぱこれだよな。なんだろう。で、この辺は、あ、そうだ、音楽鳴らしたら？いや、全然起きる気配がない。全然起きる気配ない。なんか音が鳴ってる。あ、ビッパが連なっている。あ、そんな泳ぎ方すんの、かわいい、かわいい、なにそれ、めっちゃかわいいね、あれかわいいね。今日もピジョットは大喜び。これで？でもやっぱりあれだな、なんか、あ、なんかすごいびっくりした。特に、あ、スワンナがくるくる泣いている。ワルヒーがめっちゃ近いね、めっちゃ可愛いね。あとなんだこの辺、はあ、はあ、起きた。あとはやっぱりなんか別、あー、ニーフィア、あ、起きたけど遠い、ごめんごめんね、背泳ぎしてたね、すごかったね、すごかったけど、ニーフィアごめん、取れなかったなニーフィアさ、ポケモンユナイトに増えてたね。なんかめっちゃ強いらしいけど、なんか今日のトレンド見たらね、ニーフィアナーフされたっていうのがなんか、ツイッターのトレンドに上がってて、あ、え、もうってなってた。もうナーフされたんみたいな。あ、ピカー。あ、そうして、ミスハニーが飛んでいった。ブブ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 って音が聞こえる。ん？なんだなんだ？あ、ビークイーンだ！おー、ビークイーンだ！おー、踊ってる。すごい、一気に4枚踊っちゃった。あ、違う、4枚じゃない、あと3枚になっちゃった。わー、なんか女王様って感じがする。すごい神々しい。あ、ニーフィアが。え、めっちゃ、何その可愛さ。あ、ごめん。あまりにもテンションが上がりすぎて、0枚になってしまった。めっちゃ撮っちゃったね。いや、いい写真撮れましたね。すごい可愛かった、今、ニーフィア。あ、ミツアニーが、ミツアニーでね、なんか、いい写真が撮れたっぽい。青い炎の火場に、いいね、これにしよう。すごい、なんか、これすごいかっこいいね。なんか今にも羽ばたきそうな、羽ないけど、羽ばたきそうな感じだね。これにしようかな。ピジョット大喜びしている。この辺とモジャンボの大移動全然取れる気がしないこれでもなんだかとっても幻想的、かわいいよね、今かわいかったよね、すごく。あ、なんでこれが闇カラスになってしまうの、どうして、これめちゃめちゃモジャンボの大移動じゃんかーいなんでこれがモジャンボなんだ、モジャンボじゃないんだ、納得できねえカイロスのなんかすごい落ちてるっていう感じの姿だねとっても覗き込まれている感じがする。
あ、ビッパの背泳ぎって私撮ってるんだ、一回。マジで全然覚えていなかった。マジか、知らなかった。マジ、あ、知らなかったじゃない。撮ってたんだ。それは覚えがなかったぜ。これかわいいね。これにしよう。スワンナ。スワンナ、これなんかコアルヒー2匹連れてて、いい感じだね。はってなってる。これなんか、すごい、思いを馳せてる感じがする。いいね、いいね。これにしよう。ドダイトス。これドダイトスなんだ。なるほど。でもニーフィア、ニーフィアでちゃんと取れてると信じているよ。ミツハニー。これミツハニーなんだあ、そうか、ビークイーンと踊ってる感じだったもんね。じゃあ、ちょっと思いっきり背中だけど、これにしよう。ビークイーン。いや、これめちゃめちゃいいね。あ、これめっちゃいい。なんて美しい姿。これ、いいね。素人は黙っとれ。あの、目つぶってるやつがね、トキオっぽい感じだった。確かに、そう言われるとそうかもしんない。ちょっと誰か、ちょっと、あれ、画像あげるね。ツイッターに画像あげるゆえ、誰か加工しておくれ。人任せにしてしまう。ニンフィア、かわいいね。あ、すごい、もう配信終わろうとしていたけれども、モナカちゃんが来たので、ニュッてしますね。よいしょ。ニンフィアの寝顔がめちゃめちゃかわいい。いや、もっと撮りたかったなぁ。てなわけで、博士に見せに行きましょう。いや、めちゃめちゃ、今日もテンションが爆上がったな。むちゃくちゃ爆上がってしまったな。前の方がいいんだ。オッケー。いや、なんか何回も行っても、やっぱり全然、まあ、もともとなんか忘れてたこともあったけど、なんか、あ、こういう姿もあるんだなっていうのがなんか思い出せたり、新しい姿が見れたりして、すごい楽しいね。楽しいなって思ってます。コメントでも構ってくれてありがとうございます。一緒にワイワイしてくれてありがとうございます。あ、そうなの、こっち好きだけどな。キャタピー、これもなんかおしゃれに撮れたけどね。あ、いい感じだったらしい。よき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 。なんかいつもカイロスが可愛く撮れるね、毎回。お、今回はこっちの方が良かった。ビッパ。ベストタイミング。こっちのビッパの方が、あー、前の方が良かった。こうある日、いい、ね、こっちの方がいいよ。こうある日も全部撮ってますね。ナイスタイミング。すまんなも、こっち、これね。これ後で保存してツイッターにあげよう。あ、こっちの方がいいんだ。うーん、まあ、でも保存したらいける。パチパチありがとうございます。ありがとうございます。いやー、今日も楽しく配信させていただきありがとうございます。なんかすごい見守ってくださってるおかげです、本当にありがとう。すっごい、めっちゃ喋っちゃうけどね。なんか落ち着いてみたいって人にあんまり向いてないかもしれないけど、でもなんか見てくれてありがとうございます、本当に。やったね、こっちの方がいい。いや、絶対そうしよう。あ、ビークイン初めてなんだ。私、半目のニンフィア撮ってる、過去に。でもこれ絶対可愛いよ。だってなんか、すごいさ、こう、ニンフィアが寝てて、後ろにドダイトスがなんか、一緒になんか、見守る感じで寝てて、ヒバニーがなんか、なんて言うんだろう、無邪気に寝てて、なんかすごいほっこりする写真だよね。お花も写ってるし。
そういえばこのお話からしたらちょっと変わったんかな。あ、こっちなんだ。マジか。得点が高いのはあっちだったぜ。てなわけで、満足できる結果は出せたかな。ベストアングル、写真評価向き1000点以上をトータルで50回獲得した。なるほど、そうだったんだ。もうね、撮るのに夢中すぎてなんか個人的に気に入ったやつとかをちょっと。空を目指してっていうタイトルが書いてある。すごい。おお、これも飛行中。モジャンボの話だよね。闇カラスってタイトルになってるけど、この辺と、ビッポの背泳ぎ、これ、ちょっと改めて保存して、なんだったっけ？あ、B クイーンの、そう、B クイーンのこれとっても気に入ったので、あとはニーフィアだ。どうしようか。こっちの方が可愛いかな。よし。てなわけで、とりあえず、一旦ベースキャンプに、戻ろうと思います。ところでネオ暗号のえ、ネオ暗号の新機能ってマジでどこで使うのかな。あれ、よろしく、ね、どこで使えるんだマジで最後まで分かんなかったな。あ、見落としてなかったと思うんだけど。あ、コイキング忘れてた。やば、もう見れないかな。やべ、コイキング忘れてたかな。あっちゃー、なくなっちゃったかな。フォト図鑑、ポケモン、これ直近のやつが見れるような感じじゃなかった気がするな。うわー、ごめんなさい、消えちゃったかもしれない。素人は黙っとれ、素人は黙っとれ。素人は黙っとれ、消えちゃった？泣いちゃう。泣いちゃう。せっかくなんで、ちょっといろいろ機能を見ていきましょうか。コイキング、コイキング。あれ？こんなとこにもコイキングいた？あ、でもあれだね、やっぱ。データ消えちゃった。ショックショックすぎる。コイキング、また取ってくれたら OK。 確かにまた取りに行けばいいよね。そうしよう、ちょっとまた取りに行こうね。ぜひともぜひとも。てなわけで、じゃあ今日はこの辺りで今日の配信は終わろうかなと思っております。明日も配信します。ちなみに明後日も配信できたらいいなっていう気持ちでいておりまする。はい。で、明日明後日、まあ明後日はちょっとまだ確定ではないんですけど、明日明後日2日連続でもし配信できたら、アンダーテールの続きをこの2日間連続でやっていこうかなと思っているので、よかったら見に来ていただけると嬉しいです。でもポケモンスナップもレベルが上がったりとか、あとはネオ暗号の、だからネオ暗号の新機能マジでなんだろう、わからなかったんでね。あとはお花の光ってるやつとかもまだ取れてないところとかもあるし、やれることはいっぱいあると思うから、また来週とかにやっていこうかなと思っております。で、配信一生懸命頑張っていくので、これからもよかったらチャンネル登録や、高評価をしていただけるととっても励みになるので、ぜひ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 よろしくお願いいたします。で、あとはツイッターの方で配信の詳しい情報とか、ここに枠を立てたよっていう URL とかをどんどん貼っていっているので、もしよかったらそちらもフォローしていただけると嬉しいです。白い猫のモナカちゃんの横にアカウントが載っているので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけで、ここまで見てくださりありがとうございました。またぜひ明日もお会いしましょう。おつこにでした。おやすみなさい。また明日。